皆さんこんばんは。さあ始まりましたライブ TV 大感謝祭、いよいよグランドフィナーレ第5部が始まります。晴れのち感謝感激雨あられ夜の部、総合司会の小牧優衣です。この時間もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ朝から行ってきましたけれども、この時間もですね、各ジャンルのさまざまな出演者の皆さんに引き続き、お届けしたいと思います。ライブ TV の超大型特番のラストを飾る番組となります。なんだかもうあっという間に1日が過ぎたなという感じがしているんですけれども、あ、皆さんこんばんは、こんばんはとたくさんご参加ありがとうございます。コメントもたくさんお寄せください。早速ですね、この番組に出演してくださるキャスターさんお呼びしていきましょう。りゅうなちゃん、せんちゃん、はい、よろしくお願いします。お願いします。この第5部はですね、3名でお送りしていきたいと思うんですけれども、はい、au pay さんでこう3人で進行するのって初めてなので、うん、はい、とっても楽しみです。どうですか、ね、え、私も楽しみです。で、心強かったです、ね、さあ今日もね、楽しく皆さんのコメントで見ていきながら盛り上げていっていきたいなと思います。はい、はい、大丈夫ですか、元気ですか。あ、めっちゃ元気です。なんかちょっと元気が足りないんじゃない。元気です、元気です、元気です。ちょっと先生引きつってないやめてくださいよ。はい、そしてですね、この回ではウェザーニュースキャスターのレギュラー番組晴れのちショッピングと、石巻の大人気缶詰メーカー木の屋石巻水産さんとラベルでコラボしたオリジナル缶詰がいよいよ販売されるということで、あの20時を待たずしてね、ちょっとこう気になっていた方が多かったと思うんですけれども、今回この20時から購入された方の中からですね、抽選で晴れのちショッピングから生まれたキャスターのイラストのオリジナルグッズの特典もご用意しております。やったー。はい、早速その商品たちを紹介したいですが、はい、うん、先にですね、この番組で行っているキャンペーンについて説明させていただきたいと思います。では、はい、せんちゃんお願いします。はい、本日のライブ TV 大感謝祭では2つのキャンペーンを実施しております。まずはコメントするだけ番組ごとにもれなく20ポンタポイントプレゼント。本日のライブを見てコメントをしていただくと1番組あたり20ポンタポイントをプレゼントいたします。ただし必ず au pay マーケットアプリにログインした状態でコメントをしていただく必要がありますのでご注意ください。複数の番組でコメントをするとその分ポイントがもらえますので、これ以降の番組もライブ配信で視聴してたくさんのコメントで盛り上げをお願いします。お一人当たり100ポイントがプレゼントの上限となります。続いては10分以上ライブ視聴した方の中から抽選で1000ポイントプレゼントです。本日のライブを10分以上ライブ配信を見ていただいた方の中から抽選で300名の方になんと1000ポイントをプレゼントいたします。1つの番組につき一口として10分以上見た番組の口数で抽選しますので、期間中たくさんの番組を見ていただくと当選確率が上がります。必ず au pay マーケットアプリにログインした状態でご視聴ください。アーカイブ配信は対象外です。さらにさらに本日は三太郎の日という最大33ポイント還元のイベントも同時開催しておりますので、セール価格そしてポイント還元で非常にお得な日になっております。以上キャンペーンのご紹介でした。はい、ありがとうございます。せんちゃんにキャンペーンの紹介をしてもらいました。はい、まあね、今お話にもあったようにかなりお得な1日となっているので、残り今日4時間ですか、チェックしたい商品があったら今日のうちとなっております。はい、そしてですね、今日の第2部でアイリンさんが出演してくれていたんですけれども、拝見してましたよ。 そう、はい、その中で、うん、アイリンさんが書いてくれていた、はい、今日の全員集合のイラスト完成しました。すごい、すごい、すごくないですか。あの後アイリンさん、はい、色もつけてくださってて、そうだったんですね。ありがとうってことで、
今日の出演者の方々が勢ぞろいです。うわあ、いるかな、せんちゃんいる、わかります、りーちゃんいる、わかる、わかりますよ、え、見つけた、あのね、りえなちゃんは上にハムちゃん、ハムちゃんが乗ってます。ほんまやハムちゃんがいる、ハムちゃん乗ってます。あ、コアラさんもひょっこりしてますね。そうそう、コアラもいるの、うん、ほんとだ、ここ、そうそう、いやかわいい。せんちゃんわかる？せんべいですね。せんべい。本当だ。ちょっとおにぎりと似てますが、こっちだ、丸い方ですね。こっちこっち。せんちゃんもいます。かわいい。ね、かわいいよね。ゆうさんがイクラ丼を食べている間に。そうそう。イクラ丼も一生懸命に書いてらっしゃる。もらっちゃったんですけれども。これちょっと回そうかな。あのどんなに綺麗な絵 か、すごい、ぜひぜひ見てみてください。でこんなにささっとこんな素敵な絵が描けたら楽しいでしょうね、なんか iPad でこう描いてる姿がすごいかっこよくて、なんか本当にプロだって思いました。えせんちゃんもぜひどうぞ。ありがとうございます。わあ、すごいですね、しっかり模様も入っていて、なんかもうジェラードンさんとかも似てますよね。似てる。すごい、誰か誰か分かりますね。かわいい。かわいい。なんかイラストといえば、はい、私たちも、ね、何度かこう絵を描く機会があったじゃないですか。ありましたね。2人は絵を描くのは得意ですか？得意。私も描くことは好きですね。描くことは、あ、じゃあ描くことは好きなのは共通してるってことで。そうですね。ね、そんな私たちのイラストがね、またグッズになっているということで、この後、さらに紹介していきたいなと思います、はい、まずはですね、ここから皆さんがもう気になっているであろうオリジナル缶詰の話題に移りたいと思うんですけれども、やったー、はーい、ありがとうございます。そう、今日ね、実はもうラベルをいろいろ貼ったりですとか、そうでしたよね、そうなの、楽しい作業もしてきたんだけども、はい、今日の商品ですね、はい、晴れのちショッピングと、宮城県石巻の大人気缶詰メーカー木の屋石巻水産さんとラベルでコラボしたオリジナル缶詰になります、はい、いやー、楽しみ、楽しみ、常にでも手元にあるんですけど、そうそうそう、うん、ちょっとね、手に取って見てみてください、うん、はい、いやー、全部味が違うんだねー、本当だ、いかがですか皆さん、気になるって、気になるって言わせてる、アイリン、いや、可愛いですよね、アイリン感って書いてますよ、いや、そうなんですよ、キャスターさんのね、うん、相性が書いてあって、みーちゃん感とか、のんちゃん感とか可愛いですよ ね、 いいですね、しかもみんな味が違うんだよね、いや、そうなんですよ、せんちゃん何味、私は、せんちゃん感は柔らかクジラカルビです。クジラ、クジラ、なかなか食べることがね、貴重ですよね、せんべやもいます。ねえ、ねえ、クジラのお肉食べたことある？私はあります、私もありますね、あ、そうか、私もあって、うん、よく給食で出てたんだけども、そうなんですね、そうなの、ね、食べたことがないよという方にもちょっとね、うん、試していただきたいなと思います、はい、りーなちゃんは何味かな、はい、私はね、はい、ですね、いわし味噌煮、うん、ゆいさんも同じですか？私はね、いわしの味噌煮、同じだ、同じです、いわし、お揃いで、お揃いだ、はい、さあ、ということでね、こちら皆さんが見ている右下のカートの左の商品から順番にご説明していきたいと思います、はい、まあ、実際にね、このように、缶詰なんですけれども、こうセットで販売していく形になります、はい、ちょっと皆さんと一緒に右下のカート見ていきましょうか、はい、はい、右下を押していただきますと左から商品が出てきます。まず一つ目ですね、ウェザーニュース缶コンプリートセット10キャスター分10缶入り早売り20セットとなっています、はい、こちらお値段が6800円ということで、はい、10人揃うんですよね、コンプリートで、うん、欲しいですね、これはいいよね、そして2つ目がウェザーニュース缶ランダムハーフセット、はいはい、これはですね、キャスターはランダムで5缶入ってます、うん、買って届かないと分かんないですね、うん、そう、どんな組み合わせかは分かりません、うん、楽しみですね、そう、届いてからのお楽しみ、はい、こちらも早売り60セットです、はい、はいはい、で、次の商品が、はい、画面だと3つ目が
カレイのにあったのかな、はい、吉本市場館ということで、はいはい、カレイの縁側醤油煮込みとなっております。これ美味しそうですね。4貫セットです。はい、ちょっとね今缶詰ラインナップ上から順番に見ている中で今5番目をご紹介させていただきました。皆さんの、はい、画面上では左から3番目ですね、はい、で、丸3番見ていくと、はいはい、ウェザーニュース缶コンプリートセット、10キャスター分10缶入り、これ予約販売となります。はい、1と3で何が違うかっていうと、あの早売り20セットの場合は今日私があの手作業でやってたものが、はい、届くということで、やだ嬉しい。ぜひねお早めに先着ですので、はい、早い順なんですよね。そうそうそう、はい、そうなんです。で4番がウェザーニュース缶ランダムハーフセット、はい、これも予約販売というバージョンがあります。はい、でですね、ウェザーニュース缶は4種類に分かれていて、内容は同様の早売りと予約販売、さらにはコンプリートセットとランダムハーフセットの4種に分かれています。はい、はい、先ほどもお話しましたが、うん、早売りは私があの今日の空き時間でそうでしたよね、ちょこ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 やってきた、はい、ラベル貼りをねさせていただいたんですけれども、うん、500缶が対象で、注文から1週間程度でお届けされます。はい、はい、ちょっとね見ていくと、ね、見てみても私が作ったかのような生産者かのようなね顔で写真撮ってたんですけれども、こんな感じ。いやでも実際にね、そのゆいさんがラベル貼られてる様子もご覧いただいていた方多かったと思うので、うん、はい、ね、この早売りしかも20セットですよね、コンプリートだと。そう、いやこれも、ね、皆さんの元に届くと思うとちょっと私もなんか嬉しいんですけれども、いやー、はい、いいな。ここで、はい、あのオリジナル特典あのつきますよって話なんですけど、うん、あ、はい、この後クーポンを右上のクーポンを取得して買っていただかないと、うんうん、あの応募の対象にならないので、はい、ちょっともう買われてるようなので、はい、あーそっか、はい、そうなんです、ね、じゃあクーポンの説明からさせていただきます。あのですね、はい、この缶詰を購入いただく際にですね、右上の400円オフクーポンというところがあるんですね、はい、ここのクーポンを使わないと、まあ、今回この、はい、グッズを用意してるんですよ、うん、素敵なグッズですよね。そう、マグカップとファイルのグッズを用意しているので、はい、こちらをぜひね、うん、あの抽選で皆さんゲットしていただければと思います。クーポンからいきますか。じゃあそうです、はい、うん、このね特典ゲットのためにはクーポンの使用がマストなんですよね、うん、そうなんです、はいはい、冒頭でもお伝えしましたが、はい、今紹介した缶詰購入された方の中から抽選で56名様に、晴れのちショッピングから生まれたキャスターのイラストのオリジナルグッズのマグカップとかにあるかな、マグカップ、マグカップとこちらのクリアファイル、うん、あーかわいい、はい、見たことある、クリアファイルが、ね、かわいい、なんか見たことあるよね、はい、はい、こちらプレゼントとなります。今回の番組ですね、回含めると通算で28回目の番組となっていまして、皆さんに感謝を2倍でお返しするために2つの特典を用意してかける2の56名分にしています。はい、ここまで番組が続いてきたのもね、本当に皆さんのおかげですので、はい、はい、はい、また感謝をお届けできればと思います、うん、はい、ありがとうございます。ちょっといかがですか、マグカップ、はい、せんちゃんのところに来ましたけれども、私の手元にあるんですが、うん、もうキャスター全員が描いているイラストがですね、うん、載っていて、おなじみのキャラクターであったり、なんか見たことあるなっていうのが絶対一人はいると思いますが、なんかアクリルスタンドにも、ね、なっていたりしましたけれども、かわいい、いや、ぜひ皆さんにも使っていただきたいですよね。そうですね、マグカップですとこういろいろ使えると思いますので、マグカップかクリアファイルということで、はい、クリアファイルにもみんなの絵が描いてます。はい、はい、かわいい、かわいい、あ、ゆいさんのコアラもセンターに、そうそうそう、あ、傘も時計になってるんですね。そうなんだよ、これそうなんだよかわいいです。コマラっていうキャラクターでさ、やだ、かわいい、そうそうそう、なのでね、こちらをゲットできる方法について、うん、はい、ちょっとセンちゃんに、はい、
5ページですね、5ページの、はい、クーポンの紹介をしてもらおうかなって思いますが、はい、いけますかね。はい、はいはい、もうねご購入されている方もいらっしゃるようですので、オリジナルグッズ応募方法、はい、こちらご注意ください。せんちゃんお願いします。はい、応募方法ですが、現在ご覧いただいている方、右上に400円オフクーポンはこちらという罠出ているかと思います。画面の右上から取得できる200名限定400円オフのクーポンを使用して購入していただいた方からの抽選となります。詳しい応募方法こちらご覧ください。配信の画面右上のバナーからまずはクーポンを取得してください。そして右下のカートから商品をカートに入れて商品購入に進んでください。その際、購入画面のクーポンを利用するにチェックをお願いします。そして購入を決定で応募完了です。ただ注意事項がありまして、お一人につき応募は一つまでとなります。特典、クリアファイルまたはマグカップ、どちらが届くかは完全にランダムとなっています。応募期間は9月30日土曜日23時59分まで。クーポンは早売りと予約販売どちらにも使用可能です。応募終了期間後、抽選で当選者の方を選出いたします。また当選は特典の送付をもって発表となります。オリジナルグッズの特典は商品と同時の発送ではございません。缶詰の中身はオリジナルではなく既存の商品となります。必ずクーポンを使用してのご購入をお願いします。はい、せんちゃんからこのオリジナルグッズの、もらい方というかね、抽選方法について説明してもらいました。はい、ありがとうございます。さあではですね、気になる缶詰の中身についてご紹介していきたいと思います。気になります。気になりますよね。気になります。まず一つ目が、リエちゃんとリエちゃんと私かな、はい、イワシの味噌煮。そうです、そうです。今4ページを見ております。4ページです。イワシの味噌煮、はい、これはもうなんか定番だよね。定番中の定番、ね、美味しそう、うん、お味噌煮なので、うん、もうほかほかの白ご飯に合いますよね。美味しいですね、うん、絶対。まだ食べてないけど食べたから。もう合うんですよ、わかるんです、私には。わかります、わかります。さあそして2つ目が、はい、柔らかクジラカルビ。はい、クジラカルビ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 。せんちゃん缶ですね。せんちゃん缶、せんちゃん缶と、あやつさんです。あやつさん、あやつさん、あやつさんじゃなくて、あやつさんですか。あやつさん、あやつさん。鹿児島さんみたいなね。あ、確かに。もうあやつさんという産地みたいな。産地みたいな。あやつさんも、こちら柔らかクジラカルビとなっています。はい。で次がマグロお肉の大和煮、うん。はい。これは手元に2つあります。私、誰誰、アイリン缶とマユちゃん缶です。アイリンさんとマユちゃんということで、あ、いいですね。さあそしてキングサーモンの中骨、うん、こちらが、手元に私ありますね。はい、こちらでございます。ナナさんのナナちゃん缶とミーちゃん缶がキングサーモンの中骨。サーモンの缶詰って珍しいですよね。珍しいですね。美味しそう。絶対美味しいですよ。これも分かります。絶対美味しいです、ね、何でも合いますね。知ってるんですよ、私。知ってますか。絶対美味しいんです。さあそして最後5つ目が、うん、アナゴの醤油煮です。はい、さやっち缶とのんちゃん缶。のんちゃん缶、はい、はい、ということで早速なんですが、早売りコンプリートセットがもう完売したということです。早い。ありがとうございます。こちらが20セット、うんうん、ですよね。そうですね。いや早い、早い、あのすごい。予約販売でもクーポン使っていただければ、うん、グッズはあの抽選には入りますので、はい、はい、ということです。はい、はい、そしてですね、皆さんに注意ポイント一つお伝えしたいんですけれども、はい、ランダムハーフセット、まあ、5つの缶ですね、をご購入する方への注意点です。2セット購入の場合はお届けする缶詰の合計は10缶になるんですが、必ずしもキャスター10人分が揃うわけではないんですよね。同じキャスターの缶詰が重複する可能性が高いので、コンプリートセットをご購入の方はですね、
まあ、全キャスター10人のが欲しいよという方、コンプリートセットを頼むとあっちの方がいいかなといったこととなります、うん、形となります、はいはいはい、全キャスターの缶詰集めたいなという方はコンプリートセットをご検討ください、うん、はい、はいはい、ということで、もろもろお伝えしてきましたけれども、うん、はい、いやでもね、買えなかったっていう方の声もありますね、うん、あどうですか、うん、コメント読んでみて、でもねギリ買えたっていう方もねいらっしゃったんですよ。あ本当ですか、うん、あ本当だ、はい、早売り買えたっていうコメントいただいてますね、はい、これさ裏に消費期限書いてるんだけど、うん、はい、2026年まであと3年、あと3年も持つので、うん、なんだろう、こう非常食としても重宝できるかなと思いますし、はい、そうですね、ね、長く保存して楽しんで、うん、そして美味しく召し上がっていただきたいなと思います、うん、はい、はい、さあではここからはですね、木野屋さんが発表されて、 ありがとうございます。今回私たちのねオリジナル商品を作る際に多大なご協力をしていただいた木野屋さん、担当者さん、きっと番組も見てくださってますかね木野屋さん見てますか見てますか。いやこの番組始まる前からね、うん、盛り上げてくださってましたよね、はい、はい、あ木野屋さんですね、中の人始まる前からテンション上がりすぎて倒れそうです。あ危ない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 危本当だ本当になんか天日干しとかしたら色変わっちゃいそうですね危ない確かにそうだね、なんかラベルをちゃんと剥いでから、うん、なんかこう集めてもいいかもしれないね、なんかラミネートとかしたい、うん、確かに丁寧にね、うん、ねえ結構ガチ勢いやせっかくのねこんなスペシャルな缶なので、ね、さあということで、まあ、木野屋さんも見てくださってるということでありがとうございます。ありがとうございます。ではそんな缶詰ですね、吉本市場缶も含めて6種類の缶詰を3人でもう試食いいんですか。やった試食していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今日はね土曜日の夜ということで、うん、はい、飲み物も用意していただいてるんですって、うん、ありがとうございます。ちなみに皆さんどの味が気になりますか。うん、確かに気になります。私も気になりますね。私はクジラの炙り、炙ってないか、クジラとか柔らかいカルビですね。炙りカルビを引きずりすぎた早口言葉が炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、しかも柔らかですからね、はい、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、はい、はい、炙りカルビ、アルビカルビかわいい炙りカルビ、アルビ、いやおお私も言ってない。カルビね、カルビどんな味するのかすごく楽しみです。ね、気になります。あ、ありがとうございます。え、せんちゃんが気になるお味はあります？うん、私は、うん、マグロですかね。マグロも気になりますし、サーモンもやっぱり気になります。確かに美味しいよね。なんかこうヤマト煮とか味噌煮とか書いてあるけど、うん、サーモンって中骨って書いてるからね。どんな味が気になりますね。りーちゃんは何気になりますか。え、私はアナゴ。アナゴ、うん、美味しいですよね。ね、なんか関西と関東でアナゴって食べ方が結構違うって聞いたので、うん、あ、そうなんだ。そうなんですよ。関西だと焼き穴、うんうん、焼いてるアナゴをよく食べるんですけれども、うん、関東だと蒸し穴、蒸してるアナゴ、蒸してる、うん、っていうイメージなので、この中身どんな感じなのかすごく気になります。美味しそう、うん、さあということで、ね、気になる商品が盛りだくさんなんですが、まずは、はい、私たちの元に飲み物が届いておりますので、はい、画面の向こう側の皆さんと一緒に乾杯していきたいと思います。皆さん飲み物の準備はよろしいですか。はい、用意してください。急いでください。木野屋さんもぜひビールなんかも片手に。あ、いいですね。乾杯していきましょう。かわいい。かわいいです。かわいい。いや、こんなかわいい ねこのカップで、うん、マグも皆さんにもゲットしていただきたいですよね、うんうん、そうです。これも欲しいですよね。
では乾杯いきましょう。せーの、乾杯。乾杯です。乾杯です。乾杯です。お疲れ様です。いただきます。皆さんも飲んでますか？美味しい。美味しいですね。喉が。あ、いいんですか？やったー。これいただけるんですか？本当ですか？本当？嬉しい。ありがとうございます。やったー。飾ろう。ゲットゲット。嬉しい嬉しい。テンション上がっちゃった。嬉しいですね。やったー。じゃあ本当になんかこう今冷たいドリンクで水滴ついてるんですけど、はい、あのせんちゃんの千銀ちゃんの白目具合がすごい際立ってます。千銀います？あれ、なんかこうペンギンさん、あ、そう、さやさんの、さやさんです。さやさんのさやちゃんのペンギンがすごい白目が黒目なくない？うん、白目際立っている。黒目がこれで合ってますよね。それさやさんですね。さやさんの、はい、うん、せんちゃんはせんべやだよね。せんべやですね。せんべや。当たり前かのように。せんって書いてる。やったー、いただけるんですね。りーちゃんのペンギンさんもいますもんね。いや、あの荒々しい線が。ゆなちゃん上手だったね。え、本当ですか？うん、可愛かったよ。可愛い。マグカップに夢中なんですけど。ここからはですね、はい、もうすでになんかいい香りがしているので、ね、いただきたいなと思います。はい、はい、目の前にはですね、まずはイワシの味噌煮と柔らかクジラカルビが届いております。やったやったやった。美味しそう。ででーん。はい、見せてください。ででーん。ぜひね、今日あのしっかり持ち上げて皆さんにこうちゃんと見せながら、うんうん、はい、召し上がっていただきたいと思います。頑張ります。頑張ります。え、これみんなでいただきますしていいんですかね。はい、はい、いいですか。では手を合わせてパチン、はい、いただきます。いただきます。いただきます。いや、どんな味か気になりますよね。すでに香りがすごいですよ ね。やったー。コメント、うん、コメントもたくさんいただいてます。はい、まずはイワシからいきましょう。はい、白いお皿の方ですね。はい、はい、いただきます。私とゆいさんの、はい、レーラベルの方ですね。美味しそう。なんかご飯も食べたいね。あね、あったらご飯もあったら嬉しいよ。絶対進むような香りなんですよ。ね、ね、ご飯炊いてないか。いやいやいや、すごい。やったー。千枚どのごとく。ではイワシいただきましょう。いただきます。いただきます。どうですか？柔らかい。おいしそう。もう身の中の中まで染み込んでいます、うん、このおつゆ。お箸が止まらないけど次の方に回そうかな。いいですか？私もじゃあいただきます。いや、なんかこのイワシのいい脂がねあるんですよね。はい、いただきます。うんうんうん、美味しいね。柔らかいですね。すっごいもうとろけていくよ ね。噛まずに。なんか脂の甘みもありますし、うん、なんかイワシ独特のちょっと青臭い感じ、はい、全然ないですね。ふっくら柔らかいですし、なんかお魚の嫌な感じも全くないです。美味しい。なんか青魚系苦手な人でもきっと食べやすいと思います、うん、めちゃくちゃ美味しい。美味しい。せんちゃんもぜひどうぞ。じゃあいただきます。こちらイワシですね。こんなに大きくゴロッと入っているんです、ね、結構大きいよね。大きいですよ ね。ではいただいていきたいと思います。はい、いただきます。うーん、早っ。今早かったですよね。入れた瞬間早かったな。
びっくりしちゃった早すぎて思わずとろけるっていう意味が分かりました、うん、ねなんかもうなかなかね骨とか大変でなかなかお魚とか手伸ばしづらかったりしますけどすごく柔らかいのでご飯が進むイワシとなっていますイワシとなってます架空のご飯がもう進む進みましたね頭の中では早く次食べたいってなりましたね、いやこのなんだろう上質な脂が、うん、そうですよねうーんまゆいえちょっとほらちょっとあ後輩にこの顔されると辛い辛いアイリンさんが真顔だったのを見受けしましてアイリンさんがねそんな時ありましたねいやさすが2人とも引き継いでるいやでも本当に美味しい、うん、これいや美味しかった、うん、ねイワシいただきましたけれども、はい、もう私も2週目いっちゃった、うん、いいですねねどんどん食べなかっだったうん美味しいねこれちょっとうん最高なんかこの油もこうご飯と一緒にかけたら美味しいだろうなあいいです ねなんかご飯と混ぜご飯にして、うんうん食べても美味しいかもしれない、うんね、中に骨まであるんですけど それも柔らかいんですよね、うん、骨を感じなかったです全然気になる感じがない、うんうん、美味しいいやいいないいなえクジラ行きますえいいんですかいいんですか行っちゃうクジラ食べたいです食べたいよね食べたい気になってらっしゃいましたもんね、うんうん、クジラカルビ木の屋さんからあ木の屋さんからのコメント来ました、はいはい、個人的に自社商品で一番美味しいと思っているのがイワシの缶詰ですうわ最高ですそっか一押しなんですね、ありがとうございます、や木の屋さん、うん、美味しいですいや本当に美味しいですいろんなお魚扱われている木の屋さんが一押しするっていうことは、うん、もうね信頼がありますよね、はい、ありますね間違いない、うんうん、いいなえちょっと行っていいですかご飯が来ましたほかほかですほかほかほかいやゆうさん朝からね食べらっしゃったのでいいのかな食べちゃって、はい、じゃあまずはこの油をご飯にちょん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 これも美味しそうおまえはい、スンとしないでスンとしないであ、もう次のもの。ごめんなさい、私だけ白米食べてました次行こうと指示が来ましたので、ね、クジラ行きましょうはい、2品目が柔らかクジラカルビですよね、はい、では、リーちゃんどうぞはい、あ、じゃあいただきます、うん、私もじゃあご飯にワンバウンド行かせていただきますね、はいクジラ、あ、柔らかい感じがすごいあります。クジラの缶詰ですって、うん、見たことないですね。こんな感じです。どんな感じですか？結構大きくって、存在感があります。あとね、なんかカルビって言ってるので、なんかちょっと唐辛子っぽいのも見えますね。へぇー。では、いただきます。どうぞー。バウンドして。おー、いた。二口いった二口いったぞおなんか言わないのお口もぐもぐだもんねいいよ、ゆっくり食べて、ゆっくり食べて小受けできました小受けでいやでも、うん、肝心のお味なんですけど、はい、とにかく柔らかいですえ柔らかいんだめちゃくちゃ柔らかいなんかクジラのお肉ってすごい硬いイメージがあったんですけど、うん、これは、うん、本当にホロホロ食べられますへなんかクジラの筋っぽい感じも全くなくって
なんかカルビそのものっていう感じがします。うん、お肉って言われても気づかない気がする。あ、そうなんだ、はい、センちゃん行きます。ぜひ食べてみてください。あの、あやつさんと私の缶がちょうどクジラのお肉なのでいただきたいと思います。はい、こちらがクジラのカルビということで初めて見るんですが、あ、これが1枚なんですね。大きい大きい、あ、センちゃんも大きい、かなり大きいです。そんな大きいんだ。これが、うん、一口でいけるかな。それでは私もご飯とともにいただきます。ごめんなさい、強制ご飯みたいにしちゃった。大きい。お、いけますね。あ、美味しそう、美味しそう。早いな。そうだね。運が早いよ。運が早い。ちゃーちゃちゃ、これはうませんです。これ心がなんか痛くなるから。そっか、うませんうません出ました。かわいいかわいい。生ジャーチャーチャー聞けた。どうですか、せんちゃん、お味の方は。もう本当に一口が大きくて、なかなか噛み終わらなかったんですけど、このボリュームがすごくもうお腹いっぱいになると思いますし、もう私みたいな一人暮らしの方はもうこの缶があれば夜ご飯終わると思います。これとご飯を用意したら、ご飯が完結すると思うので大満足の一つです。いやでも缶詰でそれだけ大きな、ねね、お肉ペラッといただけるのってなかなかないですよね。なかなかないですよね。クジラなんか本当にお肉っていう感じがして、ね、わかんないよね。カルビって感じでしたね。嬉しい。ゆうさんもぜひ、はい、召し上がってください。ね、せんちゃんがそれぐらい食べ応えがあるというなら私もいただきたいと思います。いただきます。こんな感じです。ゴロッと大きい。うん、あうん。うん。うん。うまい。イエーイ。これぞ。嬉しい。可愛い。あ、美味しい。あのカルビっていうぐらいですから、味付けがしっかりしてますね。結構これはあのお子さんでも美味しく食べられるような味付けになってるかなって思いますね。甘辛くて、ちょっと味も濃いめでね、美味しいですよね。クジラなのにホロホロだね。すごい。本当めちゃくちゃ柔らか、柔らかって書いてるだけありますよね。あります。さあ、またまた木の屋さんからのコメント届きます。ありがとうございます。めっちゃ見てくれてる。クジラカルビで使用しているお肉がこちらでございます。見せちゃっていいのかな。ですか、貴重な霜降り部位で、うまきの屋です。すごい、こんなになんかこう、しっかりしたお肉なんですね。うまシリーズをなんか引き継いでくれて、こんなお肉なんですね。霜降り部位ってあるんですね。やっぱりより上質な部分をね、使ってらっしゃるんですね。はい、ね、おいしい、贅沢だ。さあ、イワシと柔らかクジラカルビ、食べていきましたけれども、はい、次もまだまだ商品がね待っているので、はい、あれですけれども、食べていいんですかね。食べていいのかな。ね、いただきます。いただきます。あ、そうそう、カードの紹介だ。この商品忘れてました。指示をもらったのに。あのですね、どこから買えるかというと、今画面の右下にカートボタンがあるので、はい、皆さんそこをちょっと一回押してみてください、うん、コメントのすぐ横ですよね、うん、はい、はい、そうしますとこの商品が一覧としてね、下の方に出てくるので、まあ、コンプリートセットだったりランダムハーフセット、皆さんの気になるものをチェックしてみてください。はい、もうねコンプリートセットの早売りの方は売り切れとなってしまったようなんですが、はい、まだ予約販売受付中ですので、うん、はい、こちらもお見逃しなくと、はい、ということになっております。カートのご紹介でした。はい、気になる方ぜひね、うん、詳細確認していただきつつ、うん、このこれからの缶詰も紹介していければなと思います。はい、お二人のところには届きました次の商品は。来ましたよ。来ましたか。皆さんの、ね、コメント見ながらちょっと進めていきたいと思います。3つ目、マグロお肉の大和煮となっています。はい、こっちかな、この丸いお皿の方に、
入ってますね。はい、はい、これもお肉ゴロッと入ってますね。ゴロッと入ってます。大きい大きい。では私からいただきますね。また、はい、お願いします。マグロのお肉の大和煮、うん、大きい。いただきます。早かった。ごめんなさい。食べたくて。あ、おいしい。おいしそう。大和煮、結構和風ですね。あ、本当ですか。うん、ね、ご飯が止まらん。止まらってない。どんどん進みますね。うん、あ、おいしい。いろんな、うん、あの食材と合いそうです。はい、本当ですか。そのまま食べるもよし、何か合わせるもよしですか。結構マグロの柔らかい部分使ってるのかな、はい、でこれもね、尻尾のお肉なんですよね。ね、うん、そう、とろけていきます。はい、じゃあ早速、じゃあ、はい、一緒に食べましょう。いただきますか。いただきます。ではでは、いただきます。いただきます。いや、これもゴロッとですね。一つが大きいですね、うん、大きいです、うんうん、柔らかい、柔らかい。マグロの味がしっかりとしてますね。いいよ、ご飯も食べて。味もね、しっかりついているので、うんうん、いや、なんかご飯が進みますね、うんうん、やっぱりね。わー、しっかりマグロですね。ね、美味しい。いや、なんか今日2人とご飯を食べれて、うん、ただでさえ幸せなのに、なんかこんな美味しい、ねね、感じで食べれて、うん、より幸せです、ハッピーですよ、ね、なんかこのマグロ、なんかなんて言うんでしょう、マグロってちょっと熱加えるとパサついちゃうこととかあるじゃないですか、はい、うんうん、そういうのも全くないですよね。ないですね。しっとりしてます。しっとりこの出汁も染み込んでて、うん、そうですね。あ、さあ、本当に美味しい。美味しかったです。次いきましょうか。はい、はい、四角いお皿が届いてるんですが、はい、こちらがキングサーモンの中骨、うん、楽しみにしてた。え、なんかさ、はい、骨もゴロッと入ってて、うん、はい、これもなんか結構珍しいよね。一見見るとめちゃくちゃ骨ですよね。そうそうそう、これがね、中骨っていうことなんですかね。ほら、ちょっとね、この辺とか、うん、ゴロッゴロッって骨なんですよ。へー、美味しそう。ねえ、なんかいいですよね、丸ごとゴロッとサーモンがたっぷり入っている、うん、なんか栄養をかっさらう感じが確かに、いいですね、いいですね。せっかくならね、できるだけ栄養はもらえるもんもらっとかんと。そうですよ、そうですよ。え、食べましょうか、うん、ね、どんな味かも気になりますよね、はい、じゃあいただきます。はい、大きいところいただこうかな。ではキングサーモン中骨いただきます。これもね、また一つが大きい、うん、気になる。あ、おいしい、うん、結構これまでに比べるとあっさり系で、塩味がしっかり効いてて、ご飯が進む。あー、進むんだ。私たちもじゃあいただいてもいいですか。はい、気になりますね。気になりますね、うんうんうん、どうぞ。これなんかね、朝ごはんにもなんかぴったりな、そんなあっさりと塩味が美味しいサーモンとなってました。ここまでちょっとしっかりめのお味のものが、ね、続いてましたけれども、はい、じゃあ私も早速いただきたいと思います。大きいですね。大きい。あ、私だってこんな大きい塊だ。大きい。かさらいっていきます。はい、だだだじゃん。うん、うん、お、確かに、うん、塩味はしっかりあるのに、うん、あっさりめで、そう、結構あっさりしているから、うん、なんだろう、年齢層幅広くね、いただけそう、うん、うーん。美味しそう。うん、なんかこんなに骨がゴロってあって、結構こう骨っぽいの
のかなって思ったら骨自体がホロホロと柔らかくて骨ごと美味しくいただけます。いや本当サーモンのなんかいい脂身があっさりしてる味だからこそ際立ってますよね、うん、際立ってます、うん、めちゃくちゃ美味しい、ね、これなんかお弁当に入れてもなんか美味しくあっさりお昼ご飯でいただけそうな、はい、そんなサーモンとなっておりました、はい、なんかパスタとかでも良さそうですね。良さそうですね。いいね、ですよね。アレンジレシピも美味しそう。この骨もなんかさっき私小さな骨を結構食べちゃったんですけど、はい、なんかねどんどん砕けてってなんか不思議な感覚でした。本当に柔らかい骨で、うんうん、ね、多分お子様も大丈夫なんじゃないかな。そうですよね、うん、さあ木の屋さんからコメント届いてます、はい、マグロのお肉は尻尾の付け根の付けの美味しい部位なのですが、はい、資料間に合わずということで、すごい裏で動いてくださってるんですね。伝わってきます。いや本当に美味しい部位なんですね。へー、ありがとうございます。確かに、うん、お魚ってこう尻尾はずっと動かしてますからね。そうですよね、うん、お身もなんかギュッとしてそうなイメージ。なんか引き締まってそうですよね、うん、勝手なイメージだけど、なんかちゃんと部位にもこだわってらっしゃるということで、いやここまで4種類ですか、はい、はい、お送りしてきました。どうですか、4種類食べてなんかこれがお気に入りとかあったりします？全部美味しいですけど、全部美味しいからね、うんうん、クジラのカルビがやっぱりなんかお肉を食べた感があって、うんうんうん、ダイエットとかにもいいなと思って。確かにお肉ですね、もう、うん、本当にお肉を食べたかのような満足感があってクジラのカルビ美味しかったです。美味しかったよね。結構一つがゴロッとしてて、うん、すごい食べ応えがありましたよね。お腹いっぱいになりましたね。さあせんちゃんのお気に入り聞いたところで続いての商品が届いております。はい、はい、次は5つ目、アナゴの醤油煮です。アナゴは誰だったかな、さやっちとりのんさんですね。さやっちゃんです。のんちゃんの缶になってます。アナゴも美味しいよ ね、 ね、アナゴが缶詰に入ってるっていうのも結構珍しいですよね。そうですよね。じゃあ私アナゴはご飯に巻き巻きしようかな。いいでも大きいな、ちゃんとこう、うん、ご飯巻けるぐらい大判なんですよね。そうですね、うんうん、美味しそう。はちょっとこの感じでいってもいいかな。うわうわいや、 いやいただきます。とろける。あー、とろけてた。大変だ、大変ですね。大変だ。これはもう、うまい。出ました。出ました。アナゴ美味しい。うそ、ほんと口の中でうわっととろけて、はい、身がふわふわなんですよ。やだ、食べるのが楽しみになりました ね、 ね。どうぞどうぞ、いただきます。やだ、やだ、美味しそう。やだ、こんなにね、大きいんですよ。大きい。ほら見て、大きい。そう、うん、ほら見てみんな。大きい。めっちゃ大きい。手のひらぐらい、ほら、私の手のひらぐらい大きいんですよ。ということで、これ一口じゃ無理か、さすがに。いける？いけます？いや絶対いやっていう声が聞こえました。聞こえましたね。聞こえました。あ、美味しい。いやでもいただいちゃおう。あ、でもお箸で簡単に切れるぐらい、うん、めちゃくちゃ柔らかいです。そう、柔らかいんだよね。そう、いただきます。これ、うん、正直、うん、歯いらない。歯がなくても、うんうん、飲んじゃった。いや、歯使ってないよ私。いや、全然歯使ってない。飲み物になっちゃった。飲み物です、飲める。このアナゴ、アナゴは飲み物。でもふわふわだし、うん、脂乗ってますねこれ。見るからにもジューシーですよね。じゃあいただきたいと思います。はい。あ、本当だ。箸ですぐホロホロと崩れてしまうくらい柔らかいですね。
どんどん崩れちゃう、うん、いやそうなのじゃあこれだ、これだ、いただきます、うん、よいしょ、ね、崩れちゃう、うまくつかめないぐらい柔らかいですよね、うん、ちゃーちゃちゃ、これはうませんです、出ました、うませんかわいいですご飯がもうなくなっちゃいそうですね、そうそう、私ももうなくなっちゃったからなくなっちゃった、おかわりくださいお願いします、計算にこれご飯が止まりません、止まらない止まらない、もうね、最後ご紹介するのがあと一つとなっているんですけれども、はい、うん、なんかどれも違った美味しさで味付けもしっかり染み込んでるんですけれども、はい、なんかそれぞれこう食べて食べ比べっていうのも楽しいかもしれないですね、うん、そうですね、こう全種類も食べててそう思いますね、それぞれが美味しいです、いやうません聞けて嬉しいな、いやうまゆうまりえなが嬉しいですようまりえなまだ出ないよね、あ、なんだこれか、うまりえなまだ出てないね、まだまだこれかこれはうまりえなではないんですね、かっこかっこ、かっこ伝わるよねって、うん、ことでね、ありがとうございます、おいしい、なんかもうね、私のところにもカレーの縁側醤油煮込みが届いております、うん、あ、はい、6番ですね、はい、こちらは、はい、私の手元にあります、はい、吉本市場さんとのコラボ商品になります、はい、黄色い缶が目印です、うん、こちらも右下のカートのボタンを押していただくと左から3番目にございます、はい、4缶セットですね、はい、はい、こちらも皆さんチェックしてみてください、はい、では早速試食に参りたいと思います、はい、ね、私からいただきます、はい、いやありがとうございます、新しいご飯もいただきました幸せですね、え、カレーの縁側見てください、なんかすごい身がしっかりしてるんだけど、もうお箸を入れた瞬間とろけていく、なんだろうこれ、新感覚、え、骨もあるけどいけるのかな、いただきまーす、うーん、ええ、骨噛んでる、骨噛んでる、骨飲んでる今柔らかいんですか、うん、へえ、これもうご飯にかけたい、美味しいかけたいが出ましたね、かけたい、かけたい、うん、カレーの上質な油がじゅわーっと口にはじけて、なんだろう、骨までしっかり煮込んでるのかな、ほろほろとろけていきます、うん、へー、美味しいな、ね、このカレーっていうのも珍しいですもんね、珍しいよね、なかなか開きとか干物とか、うん、焼き魚で食べることあってもなかなか缶詰ってないですもんね、そうですね、焼き魚のイメージが私強いですね、うん、そう、なんか骨を飲めちゃったって感覚、びっくり、どうぞ、いいんですか、飲めちゃう骨、じゃあカレーを丸飲みする勢いで、はい、お願いします、いただきたいと思います、はい、でも結構見た目としては骨骨しいというか、うんうん、柔らかいけど、うん、そうなんだ、ほら結構骨しっかり見えてるんだよ ね、 ほら見えてますね、そうですね、ただお箸で持ち上げた感覚でも柔らかいのがめ、わかる、わかります、うん、見てて、わかります、うん、じゃあいただきます、うん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 、どう、生まれます、出た、かわいい、かわいい、あ、これもね、歯茎のみで可能歯がいらない、いらないです、いらない、柔らかいですし、うん、油も甘みがあってちょっと生姜の感じもあるのかな、なんかでも、え、こんなカレーって煮込むと美味しいんだっていう発見ですよね、私も骨しっかりしたカレーしか食べたことがなかったから、うんうん、え、骨飲めるよね、え、
なんか完全にワン、ツー、スリー、ごくんみたいな飲みました私骨を飲んでしまったっていう感覚。なんだこれ。へえ、今までにこんな缶詰食べたことないです私。へ、うん、じゃあ私も食べてみていいですか。ぜひどうぞ。へえ、どんなんだろう。こちら、あ、いやもう柔らかいですね。持ち上げた瞬間にホロホロと。こちらいただきます。こちら、かわいい。これはご飯が止まりませんな。かわいいです。かわいいです。いただきます。ご飯がなくなっちゃいましたね。止まりませんな。いただきました。これはおいしい。りなちゃんがさっき言ってたようにちょっとこう生姜が、ね、入ってます ねしっかりこう、うんうんうん、噛み応えある生姜も入ってて、なんだろう、いいアクセントになってますねこれ、うん、結構なってます、うん、ね、うん、油がしっかりと乗っていて、うん、食べ応えがある。またこれも一缶で絶対お腹いっぱいになると思います、うん、ね。なんかこう一人暮らしとかしてるとお魚不足になったりするけれど、うん、そうなんですよね、缶詰でこう補えるっていうのも嬉しいですね。嬉しいです。さあここで木の屋さんからまたコメント届いております。はい、アナゴは開けた時にも綺麗に美味しく届けたいので、うん、缶に詰める時も雑に詰めることなく人の手で皮と皮を合わせてから入れていたりします。ということで、と盛り付けにもこだわってくださってるんですね。手作業なんですね。すごーい。美味しいだけではなくてそんなところにもこだわりがあるんですね、うん、確かに形がすごい綺麗でしたもんね、うん、届いた時にうな重っぽく並べて、うん、ね、丼、うんね、にして食べたい。確かにこう開けた時に嬉しいですもんね、うん、またまた届いてますこの人。はい、めっちゃ見てくれと。めちゃくちゃ見てくださってますね。ありがとうございます。縁側缶、縁側缶、カレーの縁側缶ですね、は特にのんべえな方好評な商品です。個人的には練りわさびをトッピングして食べるのが好きです。練りわさび、あとね、卵との相性もいいですねということで。練りわさびか、これ新しいですね。なんか生姜も効いてるし、わさびのこうピリッピリというかね、鼻に抜けるアクセントも合うのかもしれない、うん、ちょっと味変としてね、うん、用意してみるのもいいですよね、はい、いいですね。しかも中の人ならではの、うん、ありがとうございます、食べ方ありがたい、ありがとうございますが、皆さん気になった商品ありましたか、ね、ぜひコメントで教えてください。これはどんなのとか質問もあれば、うん、ね、ビールに合う、確かにお酒に合う味してるね。進みそうですね。進みますね。おいしい。いや、おいしいな。もっ、みんな黙々と食べてるから我々の夕飯みたいになってる。私たちの夕食風景みたいになってる、うん、ね、はい。さあということで、いや美味しかったな、はあ、美味しい。あ、キングサーモンの中骨缶食べたい。アナゴ気になる、縁側気になる、うん、あ、縁側結構気になってる方多いですね。ね、うん、これね、お酒飲む方にはぴったりだと思いますよ。ね、珍しい商品もあるのでぜひ気になった方チェックしてみてください。はい、それでは再度こちらのオリジナル缶詰の購入方法とオリジナルグッズの応募方法をお伝えしていきたいと思います。はい、はい、こちらですね、視聴者さんが見ている右下のカートの左の商品から順番に説明していきます。はい、こちら上に出てますね、ご覧ください。まずは1つ目、ウェザーニュース缶コンプリートセット早売り20セット、これはもう完売となっております。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして2つ目はウェザーニュース缶ランダムハーフセット、早売りこちらは60セットとなっておりますね、はいはい、キャスターはランダムで5缶入りです。そして3つ目、ウェザーニュース缶コンプリートセット、こちらはまだございます。はい、
あるということで予約販売です。4つ目がウェザーニュース缶ランダムハーフセット、こちらランダムで5缶入ってます、はい、予約販売です、はい、で最後、5つ目が吉本市場缶、はいはい、最後に食べたカレーの縁側、はい、醤油煮込みですね、こちら4缶セットになっています、はい、全部美味しかったんですけれども、ウェザーニュース缶は4種類に分かれていて、内容は同様の早売りと予約販売、さらにはコンプリートセットとランダムハーフセットの4種類に分かれています、はい、早売りはですね、私が本日はこうやってラベルをたくさん貼っていったので、はい、まあ、これがね届けられるって考えるとすごく嬉しいんですが、はい、500缶が対象で注文から1週間程度でお届けされる予定です。はい、はい、予約販売はですね、注文からだいたい2週間ほどで皆さんのところにお届けされるということで、お時間いただきお届けしていきます。はい、はい、また販売期間早売りはですね、翌日の24日の23時59分明日のね、夜までとなっております。はい、予約販売はアーカイブが続く30日後までとなっておりますのでご了承ください。はい、はい、ざっと商品説明させていただきましたけれども、はい、気になる缶詰の中身については、どのセットを購入しても変わりませんということで、どのセットを購入してもこの5種類が入ってきます。はい、はい、さあ、またですね、ランダムハーフセットを購入するよという方への注意点としましては、2セット例えば買います、うん、となったら、はい、10巻届くことになると思うんですが、必ずしもキャスター10人分が届くというわけではなく、例えばね、せんちゃんせんちゃんのアブリ、はい、アブリじゃないよ、ごめんなさい、クジラカルビ重複するっていうこともありますので、はい、キャスター全員分欲しいなという方は、うん、コンプリートセットご購入がおすすめとなっております、うん、はい、はい、さらにですね、今日の冒頭でもお伝えしましたが、今紹介した缶詰をご購入の方の中からクーポンを使って購入された方、抽選で56名様に、はい、晴れのちショッピングから生まれたこちら、うん、キャスターイラストのオリジナルグッズをプレゼントしております。これね、欲しいっていう方の ね、コメントもすごく来てます。そうなんですよ、抽選特典となっておりますので、このファイルもしくはマグカップ、はい、こちらの肝心の応募方法についてはせんちゃんにお願いしたいなと思います。はい、では15ページですね、お願いします。せんちゃんから、はい、はい、私がここから説明していきます、はい、応募方法ですが、現在ご覧の皆様、右上のところに特典クーポンが出ているかと思います。画面の右上から取得できる200名限定の400円オフのクーポンを使用して購入していただいた方からの抽選となります。詳しい応募方法、こちらご覧ください。1つ目、配信画面右上のバナーからクーポンをまずは取得をお願いします。そして右下のカートから商品をカートに入れて商品購入に進んでください。購入画面のクーポンを利用するにチェックを入れてください。そして購入を決定で応募完了となります。ただしこちら注意事項がありまして、お一人につき応募は1つまでとなります。そして特典、先ほどゆいさんが紹介していたクリアファイル、マグカップとありますが、そのクリアファイルやマグカップどちらが届くかは完全にランダムとなっています。届いてからのお楽しみです。そしてオリジナルグッズの特典は、商品と同時発送ではございません。応募期間は9月30日土曜日23時59分まで。クーポンは早売りと予約販売のどちらにも使用可能です。応募終了期間後、抽選で当選者の方を選出いたします。当選は特典の送付をもって発表となりますのでお待ちください。はい、オリジナルグッズの特典は商品と同時発送ではございません。そして缶詰の中身はオリジナルではなく既存の商品となります。先ほども試食していきましたが、すべて本当に美味しい缶詰でしたので、はい、皆様にもぜひ購入していただきたいですね。はい、せんちゃんからオリジナルグッズ、はい、抽選プレゼントのお知らせをしてもらいました。はい、クーポンを使って購入された方限定で抽選となるんですけれども、はい、まだね、そういったプレゼントの
チャンスというのはたくさん残っているということで、皆さんもぜひこの機会にチェックをしてみてください。はい、はい、ここまで商品紹介のお時間でした。やったー、はい、ありがとうございました。木野谷さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。では続いてのコーナー参りたいと思います。はい、続いては X 連動企画のコーナーです。イエーイさあ、ライブ TV 公式の X で募集をしておりましたテーマ、あなたの感謝している人は、はい、を見ていこうと思います。はい、ハッシュタグはライブ TV 大感謝祭です。まあ、これからもね、まだコメント募集しておりますので、はい、ぜひ今からでもコメント書き込んでください。はい、それではですね、ライブ TV にリポートをくださる方々、まあ、通称ペイマーさんたちの投稿を見ていきたいなと思います。はい、ではでは X の方で見ていきたいと思います。はい、たくさんありがとうございます。お、なんかもういいね、みんなの切り抜きが早ー、たくさんですよ、ありがとうございます。そうなんですね、これ結構感謝する人を探すの大変じゃないですかそんなにもう来てるんですね。来てました、早速来てます。さきしんさんありがとうございます。ゆいりーせんちゃんに感謝、おー嬉しい。X に上げている切り抜きにたびたびいいねをくれるのでとても感謝しています。上に出るエリナ、あ、ごめんなさい、リエナちゃんの関西弁、はい、手になっちゃうセンちゃんの笑い方、そしてゆいちゃんの演技が好きです。笑嬉しいですね、最後笑いってつけてるじゃないかおいおいおいありがとうございます。い、私も大好きですということで、いや嬉しいですね、嬉しいですね。リエナちゃんもたまに関西弁が出て、なんかあら可愛いって、うん、それがいいですよね、やっぱり、うん、なんかもっとね聞きたくなっちゃう、うん、いや普段はもっとバリバリ、関西弁ですね、もっと出してこう、うん、出してください、えんやで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 、ですかということで、いやね、なんかね、うん、敬語やったらあんまり出ないんですよとか言って、結構もうイントネーションが関西弁なんですけど、いやでもね、嬉しいですね、嬉しいですね、嬉しいですね。はい、2人もあのコメント見つけたらぜひ教えてください、うん、見れてる、見れてるかな、私も見れないのゆいさんが紹介してくださった、はい、分かりました、紹介します、この画面越しで拝見しますね、はいはい、OK です。じゃあ次は精神と時の部屋さんからです。はい、はい、あなたの感謝している人は失恋した片思いの人です。あ、ということで、うん、なんだか甘酸っぱいようなね、はい、うん、失恋をして人って成長しますからね、うん、そうなんですか、そうですね、そうなんだ、ゆいちゃんはもうモテモテだからね、うん、その逆です、いやー、逆逆、いや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 、でもそう言えるほど素敵な方だったってことですよね、うん、きっと、うん、そうだね、うん、片思いができるくらいの素敵な人に出会えたってことですもんね、うん、いや、羨ましいです、うん、なんかね、大切な思い出として残っている感じがすごく伝わってくるツイートですね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、ほんといいよね、片思いってねしみじみしみじみ、なんかね、学生時代のこう片思いとかって、うん、ずっとね、心の中に大事な宝物として残ります、うん、そういう人も多いですよね、はい、そうですね、うん、はい、他にはなんかすごい切り抜きがいっぱい来てる、ちょっと紹介しようかな、ゆいなちゃんのいい食べっぷりと、うん、いい食べっぷりと、わー、かわいい、ハートつけてくれてる、ありがとうございます、はい、お、あ、寝てる、とろけてる、寝てる、とろけてるぞ、寝てるやんはい、そしてチョコリエルさんから感謝している人、はい、ウェザーニュースライブのキャスターさん、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、特に空を見上げるきっかけをくれたさやっち、同期のゆいちゃん、癒しと元気をもらってますということで、ありがとうございます。私もです、嬉しい ね、もらってますよね、癒しを、癒されてます、癒されます、いやー、ほんとね、
私たちだけじゃなくて本当みんなが番組盛り上げてくれてるから、ねうん、なんか番組見てくださってるだけでもありがたいですけど、こういった ね、 あのちゃんとこう X でも投稿してくださってるのもありがたいです ね、 ね、うん、おせんちゃんの切り抜き来てますよダニソさんから、おいしそうに食べるのかわよ、何この幸せ空間おいしそう、結構ね、あの、うん、皆さんからせんちゃん食べてというコメントが来て、もりもり今日は食べさせていただいていますね。そうだね、いっぱい食べて、あ、そうそう、最初はね、このスーンってこのスーン顔スーン顔目閉じてる目閉じてる目閉じてる、いや皆さんたくさんコメントありがとうございます、うん、ありがとうございます。えちなみにさ、馬線は誰の発音なの？馬線は私があの臨時で考えた、うん、でも馬ゆいからのアイデンティティーという、嬉しいな。結構皆さんもね、うん、馬なんとか、うんね、でも伝統を作ったゆいさんというか、うんうん、あ、そうなんですよ。いや、ゆいさんというかあのプロデューサーの村田さんそうなんです、そうなんですか、もう発案でこんなに続くと思わなかったんですよ最初そうだったんですね、うん、知らぬ、そしたら知らぬ間になんか馬シリーズがどんどん、うん、追加されてって、なんか食べる前からね、うん、馬リエナ出るかとか、うん、言われるんですよ ね、 ね、あ、コメント来てます、うん、ふみずきさんからです、はい、僕が感謝している人は何と言っても両親です、うん、素敵。母親が、母親は僕が病気になった時には心身サポートしてくれました。父親も常に相談に乗ってくれたり、僕がやりたいことを言ったらやってみればいいじゃんと応援してくれたりしています。そんな優しい両親が世界一で大好きです。いやなんか誇りしますね。誇りしますね。きっとご本人も優しい方だからそういう言葉が出てくるんですよね、きっと、ね、そうですね。なんか家族とかね、ご両親って一番のこう味方でいてくれるような存在だからね、なんか感謝の気持ちを伝えないとなって私も今思いました。うそうですね。はい、他に来てます。ノイシーさんから、はいはい、感謝しているのはジムの先輩です、うん、すごい、かっこいい、かっこいい。現役のプロでチャンピオンという立場なのに練習に付き合ってくれ、アドバイスをくれます。おかげでスパーリング相手をさせてもらえるレベルまで強くなりました。感謝したいです、なんかこう力強そうなお二人に可愛らしいスタンプがついてますね。コナちゃんのねベルトが重そうです ね、 ね、かっこいい、すごいよ。身近に、ね、そんな尊敬できたり感謝できる方がいる環境も素晴らしいですよね、うん、素敵、ね、ずっと大事にしていきたい関係性ってこういうことなんだろう ね、 すごい、素敵、ありがとうございます。はい、さあたくさんコメント届いてますけれども、うん、なんかねキャスターのみんなだよって言ってるコメントが多くて、嬉しい、すごいほっこりするんですけれども、ありがとうございます。ありますね、ドッキーエルさんからのコメント、はい、感謝している人は前の職場の先輩です、私が仕事で失敗したり悩んだりしているとどこから聞きつけるのか食事に誘ってくれます。特に仕事の話などはせず世間話をするだけですが心が軽くなるので非常に助かっています、自分も人をさりげなく支えられる存在でありたいです。いやかっこいい、素敵なご縁ですよね、また前の職場ということで、職場が変わっても仲良くしていくそのご縁が ね、 そうですね、すごく大切なことだと思います。いやなんかそんなかっこいい大人になりたいですね。なりたい、なんかね、なりたいですよね、なりたい、なんかこう悩んでる時にどうしたのって言ってくれる優しさも嬉しいけれど、はい、なんかこうなんとなく、あ、じゃあご飯行こうよって誘ってくれる、また別のこう優しさって、なんか心温まりますね、きっと多分そのご本人に合わせてそういった対応取られてるんだろうなってなんか感じます ね、 ね、きっと、本当にいいな。なんかこういうエピソード聞くともうなんかなね、なんかこう、込み上げてきますよね、私だけなんかなんかジーンときちゃったんですけど今どうしよう、もうこの夜
グランドフィナーレで結構涙腺も緩んできちゃった。やだはい、こちらは、コモンレイドさんからです、はい、感謝している人、はい、やはり家内ですね。知り合ってから約20年、常に私を支え続けてくれました。大病に倒れることもあったけれど、無事に帰ってきてくれて、今も一緒に過ごすことができる日々と家内に感謝です。わー、素敵もうなんか愛にあふれて、うん、こういう関係性本当羨ましいな。ですよね、素敵。いや、そうやって実際にこう言葉に出してらっしゃるっていうのも素敵ですよね。そうですね、なかなか感謝していても、うん、思いを表せなかったりしますので、うん、そう、なんかさ、日本人ってさ、はい、ちゃんとありがとうってね、なんかこう言えない人もいるじゃないですか、うん、年数経つと恥ずかしくなっちゃったり、うん、なのでなんかそこはこうオープンにね、うん、I love you とか、ね、うん、ありがとうとか伝えていきたいですよ ね、 こうね、どういうところがっていう理由がちゃんとあるのが素敵ですよね、うん、ただただありがとうとかっていう言葉だけじゃないのに、うん、なんかそう深みを感じますよね。伝わってきますね、うん、思いが、うん、なんかほっこりしちゃったな、ね、素敵な回です ね、 いや今回のテーマよりいいですよね。こういうテーマを、ね、設定してくださってありがとうございます。今日は大感謝祭ということで、はい、なんだか優しさに感謝にあふれるお時間となりました。はい、さあ X 連動企画ね、行っているんですけれども、どうです、お二人がなんかこう感謝 してるな、感謝したいなって思う存在ってあったりします？せんちゃんどうですか？結構もう皆さんに感謝なので、この人ってこう絞ることはできないんですけど、難しいよね。もうやっぱり自分が落ち込んでる時に支えてくれる人とか、それこそもうあの私は4月からウェザーニュースに入社したわけですが、はい、キャスターの先輩をはじめスタッフさんね、本当に優しい人しかいないじゃないですか。そうですね、今日もあの au ペイマーケットさんのスタッフさんもみんな優しくて、あのすごく支えてくださる方、そして視聴者の皆さんもね、感謝しています。ありがたいですよね。あのお二人ともご飯に誘ってくださっている二人ですので私もなんか先ほど あの X の投稿すごく共感したものがありましたけど、ご飯に誘っていただくとすごく嬉しいです。また行きましょうね。行きましょうまた行きましょう ね、 行きましょうね、なんか3人でもご飯行きたいね。あ、これをきっかけに、そうですね、なんか多分お互いこう2人ペアではそれぞれ行ったことあるけれど、この3人ってあんまりなかったから、確かに、はい、今度行きましょう。ぜひ行きたいですね。行きたい。もありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそこちらこそです。せんちゃんのほっこりメッセージを聞いていきましたけれども、コメント続き見ていきますか。はい、お願いします。大和さんからの返信コメントです。はい、感謝している人は両親ですね。兄弟が多いのですが、不自由なく過ごせたり、毎日毎晩欠かさず健康的なご飯を作ってくれて、時には相談相手にもなってくれました。あまりできていないですが、親孝行できるうちにしたいと思います。ということで、いや素敵です ね、 ね、なんか相談相手になってくれるっていう風にありましたけれども、はい、私結構高校生ぐらいまで、はい、なんかあんまり素直に相談できるタイプじゃなくて、はい、むしろ大人になってからの方がこうお母さんって頼れるようになったんだよね。2人はどうですか？なんか結構ご両親と相談できるような関係性ですか？りーちゃんどうですかね？私は何でも言えるんですけど、うん、相談事はあまり誰かにすることがほとんどないくて、そっか、自分で、はいはい、決断することが多いので、何か迷った時とか、まあ、それこそウェザーニュースキャスターの応募もギリギリまで言わなかったですし、そうなんだ、はい、基本的に誰かに自分のこう心の内を明かすっていうことがないから、うん、なんかこう、ゆうさんがおっしゃってたように、うん、もっとなんかこうね、頼れるようになれたらなとは思います。うん、いやでもりーちゃん本当に頑張り屋さんだから、いやいやいやすごくね、頑張りすぎないでほしいなって、いやありがとうございます、私は見てて思いますね、うん、え
頼りたいです。白井の次は小林で大丈夫です、頼ってください。白井に頼るなってありましたもんね。そうね、小林に頼るなになっちゃいますね。本当にそんなこと言われたらね、コメントでは立派やな会長って来てますよ。本当立派やな会長、なりふさわしくなれるように頑張ります。ありがとうございます。お、もうねここでこんばんはって、うん、ここから参加されてる方もいらっしゃってありがとうございます。はい、はい、ということでなんだかね皆さんのほっこりとしたメッセージを聞いていくことができましたけれども、もうね私たちウェザーニュースキャスターも見てくださる皆さんに毎日大大大感謝の連続です。いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで X 連動企画のコーナーでした、うん、皆さんありがとうございました。なんかもうお腹もいっぱいだし心もいっぱいだし、ね、ほっこりしちゃった、ね、お腹も満たされちゃいました。もう、もうね、この全種類食べたらもうそう、だいぶお腹いっぱいになりました。メッセージ読んでてなんか溢れてきましたが、はい、続いてのコーナーはりえなちゃん MC ということでお願いします。お願いします、任せてください。ということでここからはですねライブ TV 大感謝祭超特別企画、東北出身キャスターわんこそば対決です。ということでこちらの企画はですね、はい、山岸愛理キャスターからのご要望で東北出身キャスターのゆいさんとせんちゃんにわんこそば対決をしてほしいというねリクエストを実現させたコーナーとなっております。やったー、いやー、ということで ね負けないぞ。え、わんこそばちなみにお二人食べたことはございますか？あります。あ、あるんだ。ありますか？初めてです。わ意外とそうなんですね。そう、意外とね、盛岡すぐ隣なんだけど、うん、なくてないんですね。今日が初です。あ、そんなゆいさんとせんちゃんお二人が対決するということで、またねゆいさんは初めて今日わんこそば召し上がる、はい、ということですけれども、うん、こう食べることに関してはやっぱり定評がある。スペシャリストですよ ね。いやいやいや、毎日ね美味しくご飯もいただいてますし、うん、au pay さんでも美味しいものをご飯をご用意していただけるんですけれども、ね、はい、そんなにあの量は食べたことはなくてですね、はい、はい、はい、です、うん、そうなので今日はわんこそば、まあ、結構こうスピードだったりね、うん、はい、量をこう競うようなお食事なんですけれども、はい、ちょっと今からワクワクドキドキしてます、ね、いやー、そしてせんちゃんは以前挑戦されたことがあるということですけれども、はい、何杯食べたんやったっけ？私結構あの食べる人なので、うん、最高記録は80なんですけど、すごい。だいたいわんこそばって1杯かけるだから何杯だっけ、7杯とか、まあ、諸説あるんですけど、うん、お店によって違って7杯から、うん、あとは10から15杯でかけそば1杯分って言われていて、うん、そうなんですよ。だから大体10から15杯食べれば、ね、普通の1人前食べたということになるんですが、じゃあかける8、結構ね、あの盛岡の人だと子供会議用地とかでわんこそば大会するんですよ。楽しそうだね。そうなんですよ、鍛えられてんだ。結構あのお椀重ねるタイプと、あとマッチ棒で正の字でこう自分で数えるセルフタイプがあるんですよ。何それ分かんなくなりそう。そうなんですよ、自分のこの正確さ頼りでマッチ棒を正の字に並べるのもあるんですけど、いやそんな、地方ルールも聞けたところでですね、はい、今回の対決内容についてご紹介していければと思います、はい、今回の対決ルールがございまして、ライブ TV 大感謝祭特別ルールとなっておりまして、はい、その勝敗を決めるのはとってもシンプルな内容です。勝敗の決め方はわんこそば30杯を食べっぷりよく食べっぷりよく勝ちということで、食べっぷりが勝敗を分ける重要なポイントとなりそうです。なのでスピードじゃないんですね。そうなんですよ、スピードでもなく、量でもなく食べっぷりなんですよ。ちょっと難しいんですけれども、その食べっぷり
どちらがどうだったのか視聴者の皆さんにコメントで伺っていければなと思います。はい、皆さんからのコメントで勝者の方を決めていきたいと思いますので、皆さんにこうグッとくるな、あ刺さったなっていうね食べ方をされていた方をコメントしていただきたいなと思います。そしてその方とどんなところが良かったよっていう、まあ、ちょっと難しいんですけれどもそういった理由もつけてコメントいただきたいなと思います。はい、そしてですね、勝者にはご褒美ございます。何ですか？何でしょう？そうなんですよ、ご褒美、紹介させていただきたいと思います。やった、ご褒美はなんだ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 重そう重そう、ででーということで、こちら日本の缶詰8種類詰め合わせを差し上げます。ということで、こちらね、めちゃくちゃ豪華なんですよ。豪華、なんかずっしり、ね、箱だけじゃ何かわからないと思うんですけど、この日本の果実フルーツの缶詰詰め合わせとなってます。豪華、すごいですよ。ブルーベリー、ラフランス、デコポン、リンゴ、八朔、パイナップル、甘夏みかん、紅マドンナ、こちらの8種類詰め合わせとなっております。こちらも勝者の方には感謝の缶詰ということで差し上げたいと思います。ありがとうございます。ですので、ぜひぜひこちらの商品かけて、食べっぷりよく、30杯召し上がっていただきたいなと思います。意気込みどうですか？大丈夫そうですか？結構私お腹いっぱいいや、あのね、私も今日お昼のお弁当の後に、シャインマスカットとか、まゆちゃんの差し入れ あのお芋のタルトだったり、スターバックスさんのフラペチーノ、そしてさっきもね、ご飯しっかり食べちゃって、でもまだいけます。さすがでございます。どうですか、みーちゃん？もう私早食いだとてっきり思っていたので、これはピンチだって思ってるんですけど、下克上を目指して頑張りたいと思います。いやー、2人とも気合十分ということで、こちらの企画、視聴者の皆さんにもご参加いただきたいと思います。今からライブ TV さんの公式の X にてアンケート取っていきたいと思います。これまでの番組でもアンケート、取ってらっしゃったかと思うんですけれども、こちらの企画も同様に皆さん参加いただけるような形となっております。その予想を事前に、当てていただくというアンケートなんですけれども、その予想を当てていただくためにですね、お二人一回ちょっとどんな感じで召し上がっていただくのかその食べっぷり、エアーワンコそばのシミュレーションを、ちょっと一旦拝見させてもらいたいなと思いまして、ちょっとこれまでもね、缶詰の試食で食べるようなシーン多かったかと思うんですけれども、ワンコそばいかにお二人がどう美味しく食べれるのかというのをね、見てもらってから、視聴者の方に勝者を予想していただきたいなと思います。それではですね、お一人ずつお手元のお椀に、蕎麦が次々やってくると仮定しまして、どのように食べていくのか、皆さんがね、予想できるようにエアーワンコ蕎麦していただきたいなと思います。あ、ではせんちゃんからお願いしますって書いてます。ということで、このエアーのお椀で、今そちらにお椀が届いてましたね、ありますので、どんな感じでせんちゃん食べるのか一体ということで、せんちゃんお願いします。はい、じゃあ私はこんな感じすごい回転式で慣れてますからね、ロール式、こんな感じでロール式で食べたいと思います。じゃあちょっとスピードもね、注目ですね。そうですね、いやー、ということで、蕎麦を、かっこ蕎麦を食べるシミュレーション、ここ終わりました。では続いてゆうさん、はい、わんこそば食べ食べシミュレーションお願いします。いきます。あ、もらってる。はい、あ、もらってます。上手もらってる。あ、一口で、はい、あー、いきた、頑張ります。リアルでしたね、リアルでしたね、おきゅうじさんからいただくそばが、そばがもう、そう、見えてました、見えてた、ね、どうかな、ということで、先ほどのシミュレーションをもとに、どちらが勝つのか、皆さんアンケートで
勝者の予想をしていただきたいなと思います。はい、今回ね、その早食いでもなく大食いでもなく食べっぷりの良さがね、勝者を分けるポイントになりますので皆さんぜひしっかりとチェックしていただきたいなと思います。これ私ゼロ票の可能性ありますよ。それでこちらね、現在アンケートも始まってますか。いや私ね、正直もう結構お腹溜まってますよ。そうですよね、結構りーちゃんもお腹いっぱいですよね。あ、私行きますよ。行けるの？りーちゃんも行けるの？結構考えてお腹いっぱいじゃないですか。朝から働いてますからね。確かに。りーさんもでもね、長丁場でラストですけれども、はい、こちら現在皆さんにもアンケート参加いただけるようになっております。はい、3分ほどで締め切らせていただきますので、ぜひ皆さん今のうちに勝者予想してみてください。やはりゆいさん圧勝ですね。やっぱりこう芝居が良かったですね。良かったですね。じゃあ衣装に飛ぶと危ないので、はい、ちょっとあの前掛け付けさせてもらって。はい、お願いします。ということで、あの私を見る時間になりますということで、いや皆さんね、どう思いますか。せんちゃんはさ、最近わんこそば食べたのは、うん、いつ。3年前、大学生とかですか。大学生です。はい、結構最近だね。そうですね。でもやっぱり速さを競う世界で生きてきたので、食べっぷりってちょっとやっぱりアドバンテージはゆいさんにありますがいいんじゃない、自分の得意なこう食べ方で、うんね、せんちゃんは速さだった。なんか速いほどやっぱり美味しそうに見えるじゃない。食べると箸の進むスピードだったり ね、そうだから、あ、それ見て美味しそう、いい食べっぷりって思うかもしれないですし、そうですね、ゆいさんのやっぱりね、私のお箸が止まるかもしれないし、どうかなねということで、不安なんですが、どうでしょうか。ぜひ皆さんも現在 X にてアンケートを回答いただけるようになっておりますので、はい、どちらが勝者になるのか予想していただきたいなと思います。はい、そして勝者もね、あのコメントの方で皆さんが選んでいただいて勝敗が決定するといった内容になっておりますので、はい、ぜひこの後の実食風景をご覧いただきまして、どっちが食べっぷりやったか、コメントいただければなと思います。はい、ということで、はい、結構私もう胃袋が私もなんですなんかどうしようって思って、何せず美味しく食べようね。そうですね、ちょ、うん、今回こう早く食べた方が勝ちとか ね、大食い早食い対決じゃないですので、お蕎麦を大切に美味しくいただきたいと思います美味しく食べていただきたいなと思います。本当にお腹いっぱいだあ、めっちゃお腹いっぱいなんだ。なんかさ、結構ご飯もね、はい、いや、いけます。いや、私もいけます。お二人ともあの無理はせず、30杯ということですけれども、ご自身なりのいい食べっぷりでわんこそば、はい、食べていただきたいなと思います。はい、アンケートは締め切りましたかね。まだちょっと、はい、まだあの回答いただけるようになっているということですのでどっちが勝つんか予想していただきたいなと思います。はい、いやいいな。アイリンさん、なんでこんなことを考えついたんですかねいい企画さすがですね。いや、こういったキャスターの皆さんの企画もどんどん実現していったら楽しいですね。楽しいですね。今日ね、アイリンさんとキャスターでもお天気しりとりっていうのをやってみたいねって言ってて、はい、そう、今日吉本芸人さんとのコラボでされてましたね。そうなの、ヤンキーしりとりっていうのに挑戦して、はい、上手でした、ゆいさん。え、本当？はい、なかなかね、アドリブ力って難しいなと思ったので、はい、みんなで今度お天気しりとりやりましょう。やりたいですぜひやりましょう。私もちょっとヤンキーしりとり脳内でやってみたんですよ。なんか何しとんねんとかで絶対運なんですよあ、絶対運で負けるなと思ってちょっと弱そうですけれどもね、そのしりとりとかもいいですね。私たち毎日クロストークもしているので、なんかそういったところでこう引き継ぎ引き継ぎでやっても、はい、楽しいの。いいですね、そのアイディア、ね、頭の回転とかも試されますね。ね、そうなんですよ。ということで、はい、現在アンケートで勝者の予想を行っております。ゆいさんが先ほどは一歩リードっていう感じだったんですけれども、一歩どころか3歩ぐらいリードですよ。どうなのかな
ね、いやいや、せんちゃんがアフタヌーン上がりでお腹空いてると思うので、せんちゃんに一票って書いてますよ。そうですね。そう、確かに腹ペコなんですよね。腹ペコなんだもんね。でもね、ゆいさんのこの食べっぷりを間近で見られること自体が私たちは幸せですよね。いや、本当そうですよ。そうですよね。そんなことないです。うん、いや、ずっと見てたいので、私 MC 担当ですごい嬉しいんですけれどもねえ、ちょっと私は横目でせんちゃんの食べ方をこう見ながら、うん、はい、やっぱりね、盛岡プロですから。いや、そうですよね。なんといっても小さい頃からわんこそばに慣れ親しんでいるせんちゃんをちょっとね、うん、私も横目でチラチラ見ながらいや、やっていきたいと思います。あ、終わりましたか、どうかな。ということで、アンケートご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。はい、やはりこうどちらが勝つと思うか、ゆいさんと回答いていただいた方、はい、かなり多くなってますが、はい、ね、勝者予想一歩リードしたゆいさん、いかがですか。はい、いや、こうやっていただけるのはすごくありがたいんですが、はい、まあ頑張ります。はい、せんちゃんはやはりこう先輩の方が一歩リードしてるということで、はい、いやー、いい食べっぷり見せてほしいですね。なんかこの投票していただいた方のために頑張りたいと思いますね。いやー、そうですよね。皆さん短い間でしたが、はい、勝者の予想回答いただきありがとうございました。はい、ぜひこの後すぐわんこそば対決始まりますので、はい、どちらの方がよりいい食べっぷりだったのか、コメントでその理由も合わせてぜひコメントしてみてください。はい、コメントの方はあのアンケートの下返信、ライブ TV のコメント、はい、あ、分かりました。はい、ということで今ね、こちらの番組を見ていただいている方、一番下のコメントするというところで、このライブ TV 内のコメントでどちらの方が勝者にふさわしいかコメントしていただきたいなと思います。はい、では準備整ったということで、はい、準備よろしいですか。大丈夫です。はい、大丈夫です。ではセットしていただいて、割り箸割れてますか。大丈夫ですか。あ、大丈夫。少々お待ちください。はい、はい、OK です。大丈夫、はい、うん、大丈夫ですか。 OK です。うん、ということでここから早速東北出身キャスターわんこそば対決スタートしていきたいと思います。はい、お二人準備よろしいでしょうか。はい、頑張ります。はい、それでは参りましょう。わんこそば対決スタート。いただきます。さあ始まりました、わんこそば対決です。30杯食べ終えた方が勝ちということで、はい、あ、お二人ともいい食べっぷりです。今回食べっぷりですので、お二人あのカメラあること忘れないでください。こんにちは、こんにちは、どうですか。はい、あ、美味しそうですね。どうですか、どうですか。いい食べっぷり。あ、ただ小川選手かなりもぐもぐしております。どうですか、赤巻選手、お箸止まりません。30杯ですけれども、小川千奈キャスター1999年生まれということで、若さを武器に今回頑張っていただきたい。そして小牧ゆいキャスター、馬ゆいの発祥者ということで、この、食べっぷり皆さん、あー、ありました、ありがとうございました。ぜひ皆さんもこの食べっぷりご覧いただきたいと思います。いい食べっぷりですからね。はい、あ、ちゃんと美味しいですか。結構これ多いんですよ。あ、多い、うん、あら、切り口しっかりしてるので、うん、はい、大変。あ、でも、うん、あ、ご無理なさらず美味しく食べてくださいということで、できる限り小林が実況で書いております。はい、小牧選手、あ、でも美味しそうに食べてらっしゃいますね。わんこそば経験のある小川選手、あ、ちゃんと今もらいました。今何杯目でしょうか。あ、着々と紙コップが積み上げられております。もぐもぐとして、あ、美味しそうです。あ、かわいい。はい、あ、ありがとうございます。あ、気づかったら20杯でも OK ということですので、ぜひご無理なさらず召し上がっていただきたいなと思います。はい、美味しいですか、大丈夫ですか。ゆっくり食べてくださいね。お水とかも挟みつつ、はい、本気より多いんです。あ、あら、あら、じゃあ30杯食べればなんか40杯ぐらいの量かな。あ、
ました。すごく多いです。すごく多いんだ。すごく多いといただきました。小牧ゆいキャスターも着々とお箸が進んでおりますけれども、見た感じ小川選手の方が紙コップ積み上がってるでしょうか。今何杯目でしょうかね。ただお二人とも黙々とわんこそば食べてらっしゃいます。いやこの対決どちらが勝つのか、より食べっぷりがいい方が勝者ということで、皆さんご覧いただいておりますでしょうか。私もできれば食べたいということで着々と東北出身キャスターお箸が進んでおります。ペースはまだ衰えていませんけれども、ちょっとやはり量が多そうでしょうか。ただお二人とももぐもぐしてらっしゃいますね。多いね。あ、多いと一言いただきました。スタッフさん多かったようです。いやでもお二人とも着々とお箸進んでおります。わんこそば対決もうそろそろ終盤ということで、今スタッフさんが持ってらっしゃるおそばで終了したいなと思います。ぜひ皆さんにもいい食べっぷり最後まで見せてほしいなと思います。やっぱせんちゃん早いですね。ねえ、私これ全部いけそうです。あ、すごい、すごい。あ、ということで今終わりました。両選手ともお疲れ様です。いや、いい勝負でした。ということでここまでわんこそば対決していきましたけれども、どちらの食べっぷりが良かったかちょっと難しいね、ラインにはなりますけれども、どのように自分に刺さったのか、ぜひこちらのライブ TV のコメントにて教えていただきたいなと思います。このまま集計させていただきまして、勝者の方を決めさせていただきたいなと思います。ということで、よく頑張りました。せんちゃん強いなということで、せんちゃんの食べるスピードがすごかったね。一口で食べないと思う、でもこうせんちゃんの食べっぷりの良さというか、黙々と集中して食べてらっしゃる姿が印象的でした。一方でゆいさんはやっぱりこう、ポーズも繰り出されたり、こう合間にコメントもしていただいたりして、ちょっと余裕がねある感じが見えましたけれども、先輩の余裕ですよね。いや、そうですよ。ちょっとね、勝者予想一歩リードしただけあるなといった具合でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひね、このコメント、スタッフさんがこの後集計してくださって勝者決めるということですので、じゅんちゃんもよかったらこれ、あ、これ結構可愛いですね。気に入っちゃった可愛いということでね、ありがとうございました。ぜひ皆さんも勝者予想した後はどっちの方が良かったのかなということをね、コメントで教えていただきたいなと思います。はい、ゆうさんもせんちゃんもお疲れ様でした。ありがとうございました。横目でチラチラ見てたんですけれども、やっぱり小さい頃から食べ慣れてるだけあって、なんかこうスピードというか目つきが違いました。かっこよかった。視野がここしかなかったから、集中力がさすがだなって思って見てました。スタートダッシュも良かったですね。先輩の余裕があったので、いやということで、このまままた集計して、どちらの方がよりいい食べっぷりだったのかも、この後ね結果も発表していければなと思います。あとね、リエナちゃんの実況も良かったよ。リエナちゃんの実況に99人あるよね。今日ね、大食いの大会の様子を練習して見てきたんです。すごすぎる。そう、高見菜さんとかがね、リポーターしてる番組すごく見て、あ、すっごく喋ってらっしゃるなっていうのをね見てたんです。あ、私に任せる、嘘でしょ。なんか番組前にさ、リエナちゃんここ立ち上がって歩いていいんですか、打ち合わせでね。そう大食い選手権ばりにちょっと座ってじゃなくって、こうインタビューしたいなと、インタビューしてすごい邪魔がられたいなっていう理想があったんですけれども、すぐに立ちすぎて私のお腹しか見えてませんでした。ただね、皆さんも楽しんでいただけてたならとっても嬉しいです。どうですかね、私に任せますっていうことだったんですけれども、難しいですよね、そんなジャッジを任せるなんて。いやでも
そう、あ、ゆいさんの丸伸びに一票という声もいただいております。伸びましたよね。あ、確かにちょっと噛んでるとなんか食べた感、胃に溜まっちゃうかなと思って。あ、なるほど。なるべく私すする力がないんですよ、はい、吸引力がない分飲みました。それなんか合ってると思います。わんこそばって飲むものだと思う。あ、本当。二人ともやっぱかっこいいですね。今度3人で行きませんか、わんこそばね。いいですね、わんこそば、飲むものという、はい、あの名言も出たということで、はい、ここまでいただいたコメント、集計した結果、はいはい、小川千奈キャスターが多かったということで、なんと下克上勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。やはり集中力もあった、あのね、いい食べっぷり、皆さんもより良かったと回答していただいた方が多かったということで、はい、ゆいさんも本当にお疲れ様でした。素敵でした、本当に。いや、もうさすがの小川プロということで、もう目つきもかなり集中されてましたし、はい、私のやっぱり範囲はね、吸引力だと思います、うん、今度はダイソンのように、うんうん、こう吸う力をつけてリベンジさせてください。はい、朝早くからもう頑張ってくださってるから、ゆいさんが MVP ですよね。いや、しっかりと反省も、はい、おっしゃっておりましたけれども、勝者にはこちら商品があるということでしたので、はい、早速勝利した盛岡出身の小川千奈キャスター、はい、こちらを贈呈したいと思います。ありがとうございます。ちょっと重いので気をつけてください。はい、おめでとうございます。もうちょっと岩手を背負って勝負させていただきました。岩手の皆さんやりましたよ。おめでとうございます。いっぱい食べてね。ありがとうございます。ということで、小川千奈キャスターの勝利で終わりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、いい食べっぷりでした ね。お二人とも本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、皆さん予想ね、千ちゃんにベットしていた方、ね、予想していた方少数派でしたけれども、本当に少数の方、うん、ありがとうございました。いい予想当たった方もおめでとうございます。ということで、皆さんもね、あ、楽しんでらっしゃった方が多くいらっしゃったということで、ありがとうございます。ではでは、ここまでは、はい、東北出身キャスターわんこそば対決でした。お二人ともお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、リエナちゃんに MC してもらいましたけれども、そろそろですね、今9時46分ということで、はい、終了のお時間も迫ってまいりました。今日ですね、販売した商品のおさらいをしていきたいと思います。はいはい、本日はウェザーニュースキャスター、レギュラー番組晴れのちショッピングと、石巻の大人気缶詰メーカー木の屋さんとラベルでコラボしたオリジナル缶詰を販売しております。そして購入された方の中から抽選で、晴れのちショッピングから生まれたキャスターのオリジナルグッズ特典もありますので、再度ご説明させていただきたいと思います。はい、はい、ではでは、視聴者さん、皆さんですね、見ている画面の右下カートのボタンを押してみてください。そうしますと、今日の商品ですね、左から順番に出てくると思いますので見ていきたいと思います。まずは1つ目、ウェザーニュース缶コンプリートセット、早売り20セットもうすでに完売となっております。ありがとうございます。ありがとうございます。そして2つ目、ウェザーニュース缶ランダムハーフセット早売り60セットです。はい、3つ目、ウェザーニュース缶コンプリートセット予約販売、こちらはまだ残っております。はい、はい、4つ目、ウェザーニュース缶ランダムハーフセット、こちらも予約販売です。5つ目が吉本市場缶ということで、カレーの縁側醤油煮込み美味しかったですね。こちらの5種類となっています。はい、でウェザーニュース缶は4種類に分かれていまして、内容は同様ですね、早売りとあとは予約販売に分かれています。はい、さらにはコンプリートセット10缶セットとランダムハーフセット5缶セットの4種類に分かれております。はい、はい、早売りはですね、今日私が空き時間でたくさんラベルを貼っていきました。ありがとうございます。中には当たりっていうのもありまして、はい、ね、当たり欲しいっていうコメントありました。うん、ちょっと逆に貼っちゃったものがあったりして、あ、それが当たりなんですね。それですよね。当たりさせてもらったりですとか、あの1つサインを書かせていただいたものも
あります。おいしい。はい、さあそんな500巻が対象で、うん、注文から1週間程度でお届けされます。はい、そして予約販売は注文から2週間程度お時間いただきお届けする予定となっております。はい、また販売期間ですね、早売りの方は翌日明日の23時59分まで、そして予約販売はアーカイブが続く30日後までとなりますのでご了承ください。はい、そして気になる缶詰の中身なんですけれども、はい、5つありましたね。はい、イワシの味噌煮、はい、柔らかクジラカルビ、うん、はい、マグロお肉の大和煮、はい、キングサーモンの中骨、そしてアナゴの醤油煮、以上5種類の中身で缶詰の種類はどのセットを購入しても変わりません。はい、今センちゃんも、ね、持ってくれてます。またランダムハーフセットを買いたいなと思っている方の注意ポイントとしては、ランダムハーフセットを例えば2つセット買ったとするとですね、10巻届くと思うんですが、それはキャスターが重複してしまっている場合もありますので、全員分欲しいなという方はコンプリートセットがおすすめです。はい、はい、さらにさらに冒頭でもお伝えしましたが、先ほどもねご紹介しましたこちらオリジナルグッズのプレゼントがあります。はい、はい、ではこの特典の応募方法せんちゃんから説明してもらいたいと思います。任せてください。はい、では応募方法について私が説明していきます。画面の右上から取得できる200名限定400円オフのクーポンを使用して購入していただいた方からの抽選となります。詳しい応募方法をご覧ください。配信画面右上のバナーからまずはクーポンの取得お願いします。そして右下のカートから商品をカートに入れて商品購入に進んでください。購入画面のクーポンを利用するにチェックを入れてください。そして購入を決定で応募完了です。必ずクーポンを使用してのご購入お願いします。そして注意事項がありますので詳しく説明していきます。はい、お一人につき応募は1つまでとなります。特典はクリアファイルとマグカップありましたが、どちらが届くかは完全ランダムとなりますので届いてからのお楽しみです。そして応募期間9月30日土曜日23時59分までです。クーポンは早売りと予約販売どちらにも使用可能です。応募終了期間後抽選で当選者の方を選出いたします。当選は特典の送付をもって発表となります。そしてオリジナルグッズの特典は商品と同時発送ではございません。缶詰の中身はオリジナルではなく既存の商品となりますということで、必ずクーポンを使用してご購入よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。せんちゃんにね、はい、プレゼントの抽選方法ご応募方法を紹介してもらいました。はい、さあここでですね、はい、今日コラボしていただいた木の屋さんとお電話がつながっております。すごい本当ですか。すごいです ね、 ね、ありがとうございます。ここではい、こんな感じ、ワクワクこっからあ、ね、はい、木の屋様、木の屋様、松友です。はじめまして、木の屋さん。はい、あ、ウェザーニュースキャスターの小牧と申します。あ、お世話になります。あ、お世話になります。今日はありがとうございました。いいえ、こちらこそ。はい、これ渡して伝えず電話したんですか。あ、そうです。すごい驚かれて、ありがとうございます。こちらこそ、はい、ありがとうございました。今日はたくさん番組も見ていただいてコメントもくださっておりまして、ありがとうございます。いいえ、こちらこそです。それこそ番組前から本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそです。本当に美味しい缶詰の商品をいただいたんですけれども、はい、りーちゃん、せんちゃん、後輩ちゃんたちもすごい美味しい美味しいと、はい、お腹いっぱいいただいておりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ、めっちゃ美味しかったです。はい、私も地元が宮城石巻ということで本当に嬉しいご縁を今日はありがとうございました。いいえ、こちらこそです。はい、小牧さんのエッセイ拝見して、はい、気仙沼とか石巻っていうワードでできていたので、はい、ひょっとしたらとは思ってたんですけど。あ、そうなんですよ。はい、でまさか、はい、石巻にもいらっしゃったことあるっていうので、はい、また石巻帰りたいと思います。ありがとうございます。こちらこそご縁いただきまして本当にありがとうございます。はい、美味しい商品を皆さんに届けたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。
さかのまさかで木の屋さんとお電話つながりましたね。すごいびっくりされてましたね。みたいな、小牧ですねみたいに言っていただけましたけれども、はい、さて今日はですねライブ TV 大感謝祭ということで、はい、盛りだくさんでお送りしてきました、はい、今日ですね私が1日レポートをしてきたので、はい、2人と一緒に振り返っていきたいと思います、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。フィナーレですね、うん、ではこちら X 見ていきましょうか。 X の画面ご覧ください。はい、ライブ TV au ペイマーケットさんのねアカウントなんですけれども、はい、まあ、今日の朝9時から始まるよということで舞台裏をお届けしていきました、はい、台本の読み込みをしたりね、で始まりますということで、いや吉本芸人さん私見てました。朝早く起きて見てましたよ。せんさんと一緒にいいなって言ってたよね。餃子ゲームとか見てましたよ、うん、ねえ、小林いいなが出た。いいなって会社で話してたんですよ。ねえ、そうジェラードンさんの角刈り通り抜けチャレンジ、あれですよね。あれもねすごい楽しかったですね。えこうやって賑やかな第1部お届けしていきまして、はい、で、はい、こんな感じでね、うん、缶詰のラベル貼り作業をさせてもらいました、はい、なかなかこういう機会ってないので、そうですよね、本当にね、嬉しかったです。めっちゃ驚いて、ね、あ、これこれ、あ、見ました見ました、拝見しました。じゃあ、ハイリーさんがちょっと止まってんの。ちょっとそうですね、あ、ちょっと止まってるのもすごい、いいですね。あ、素敵、ね、いいですね、面白かったな。いや、アイリンさんは今日筋トレをされてたんですけれども、うん、ね、私もあのアンケート参加しましたよ。本当、はい、さすごいよ ね、 ね、なんか全然こう息も上がらず、うん、ピクリともせず、はい、されてました。2人筋トレ得意ですか。昔はめちゃくちゃしてて腹筋バキバキだったんですけれども、うん、すごい今はもうできないですね。うん、だからもうまたこうアイリーさんのお姿見て私も鍛えたいなって思いました、ね、なんかいい受け、うん、いい影響を受けるよ ね、 そうですね、私たちもね、うん、さあそんな第2部、マイリンさんね、素敵なイラストも ね、 ね、描いていただきました。ありがとうございます。本当に可愛い。今ちょうどムーンにねご出演されてますからね。そうですね、マイリンさんもお疲れ様でしたね。マイリンさんありがとうございました。さあそして、そう、あのね、吉本芸人さんとのコラボで、はい、やっぱりアドリブ力が私まだまだだなって感じて、アイリンさんにあの相談を受けてもらってました反省会。本当ですか、すごいって話してましたよね、うん、私たち会社で。そうなんですよ、ちょうどね朝、うん、番組終了後と、そうそう、私が準備前で、うん、あ、そっか、お会いできた時にね話してたんで、ね、すごいねって話してました。もっとね、なんかいろんなコラボ企画もね、うん、広がっていったら楽しいですよね。そう、反省風景です、うん、いやはい、そしてあ、アイリン跳ねた。あー、すごいすごいすごい、すごいね、跳ねてる跳躍力そうそう、これは早口言葉を言えた瞬間かな。あ、めっちゃ、そうだったんですね。そう、わざわざ跳ねたわけじゃなかったんですね。そうそうそう、嬉しさのあまりね、ナチュラル跳ねですか。やったーってすごい、さすがのプロでしたね。いや、かっこよかったです。かっこいいです、よかったな。そしてイラスト描いてくれたアイリンさんで、うん、はい、お化粧直してあ、はい我らがプロデューサー、はい、ラピーさんも登場してくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてルーブル石川さんにですね、いろんな実演販売の極意を学ばせていただいて、うん、はい、ね、こっそり私も準備中に勉強させてもらってました。見てましたよ ね、 ね、美味しそうって言いながら、私たちもあのエプロン欲しいって言いながら、欲しいよね、欲しいよね。私もリエーナ小林で売らせていただきたいなリエーナ小林、リエーナ小林でね、たくさん売れそう。本当ですか。うん、さあそしてりーちゃんとせんちゃんが楽屋入り、はい、夕方ぐらいですかね、はい、番組を終えてきてくれました、はい、実演販売を勉強中そして最後今行っている第5部の
まあ、告知ということでね、はい、はい、一日を振り返っていきましたけれども、さあ au ペイマーケット、今日はねライブ TV 大感謝祭ということでお届けしていきました。あっという間にもう終了のお時間になってまいりましたけれども、はい、お二人とも改めて本日いかがでしたか。いや今日は大感謝祭ということで、まあ、缶詰で感謝だったり皆さんの感謝している人のエピソードを聞けたりと心もお腹も温まって素敵な時間でした、そしてなんかねそんな感謝をしている皆さんの言葉も聞いて、はい、なんか私もいつも以上に周りの方に感謝してそれをより言葉にしていけたらなっていう、うん、思いになりましたし、はい、今日は特にせんちゃんも番組終わられた後そしてゆうさんも朝早くから、うん、こちらの大感謝祭総合 MC としてご出演されておりましたので、うん、お二人ともにお疲れ様と申し上げたいです。せんちゃんいかがでしたか。はい、今日はあの皆さんこう先輩たちと一緒ということですごく心強さもありましたし、そして今日は土曜日ということで祝日なんですがたくさんの方にご覧いただいてすごく感謝でいっぱいです。スタッフさんだったり先輩方にも感謝でいっぱいですし、そして私はここに積み重ねたんですが見えるかな。あ、アイリンさんが下になってる。そんなことが起こらないアイリンさんは。はい、そんな感じでですね、オリジナルの缶が販売されるということで私自身もなんか欲しくなりましたし、缶で感謝を伝えるということで普段からね番組をご覧になっている皆さんもありがとうございます。やっぱりね皆様のこう投稿とかも拝見して感謝をやっぱりしているだけではなく伝えなきゃダメだなと思ったので今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。そして今もたくさんコメントいただいておりますね、はい、ありがとうございます。私もですね今日朝からこの時間まで、総合司会させていただきましていろんな方々とこう関わる中で本当にさまざまな気持ちでそして感謝を感じる一日となりました、はい、さらにですねやっぱりこう見てくださる皆さんがいてこその、番組だと思っております。今日もたくさんご参加いただきコメントいただきそして日々ウェザーニュースライブも支えていただき本当にありがとうございます。はい、まあ、これからもですね晴れのちショッピングなども楽しんでいきたいと思いますので、うん、ぜひ今後も応援よろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。はい、ということで、皆さんにね、最後の感謝コメントいただいたところで、うん、はい、皆さんに支えてもらっている晴れのちショッピングなんですが10月以降も続いていきます。嬉しいありがとうございます。ラインナップご紹介していきます、はい、こちらです。あ、ごめんなさい。わかりました。なかった。すいませんね、最後の最後にね。急遽決まった。あ、嬉しいですね。じゃあ口頭でお伝えします。まずは10月2日月曜日19時からは私、小牧結衣が担当します。はい、そして10月7日土曜日の19時からは檜山さやキャスター、はい、10月13日金曜日の19時からは小林理恵奈キャスター、はい、10月20日金曜日の19時からは山岸愛理キャスター、はい、10月23日月曜日の19時からは小川千奈キャスター、はい、そして10月30日月曜日の19時からは時田美咲キャスターが出演予定です。はい、今月最多じゃないですか。すごいですね。6回本当ですね。さあというわけで今後も続々とキャスターが出演予定ですので皆さん、はい、お楽しみに。はい、ということで一日中お送りしてきましたライブ TV 感謝祭これにて終了です。本当に皆さんありがとうございました。好評であればまた近いうちにお会いできるかと思いますので、はい、どうかな。また次回お会いしましょう。それでは皆さんありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。